古くの弓道の弦を面白く使える 面白く伝える弓道家、高橋大志だ。アシタカは好きでも人間は嫌いですね、離れの、しべの離れという内容についてお話ししたいと思います。はい、美術式の90章のね、文章でも現代の弓道でも言われている胸を開く離れ、胸の中筋からよろしくされるように分かることを話しなさいだとか、胸の筋肉から中心で縦から離れるようにしなさいだとか、爆発力の効かした離れをしなさいだとか、今日の弓道っていうふうに言わ、いろんな離れの教えってあると思うんですけども、その原本、大元っていうのはここから来てます。今日のテーマはこれです。本当のくさび。はい。今日はこのくさびって言葉の本当の意味っていうので、ね、解説したいと思ってるわけです。今一度ですね、理解をすればいいんじゃないかということで、この動画を撮りたいと思います。では早速ですね、今回も同様にですね、美術記録90章の離れの内容について解説、文章をちょっと読んでいきたいと思います。目中に用いるしべの離れという心は4箇所にあるぞ。左右の腕、左右の肩、この4箇所をしべと解きますと。先上の五分の爪をの1箇所をくさびと心得て、4箇所石化のごとく離るるをしべの離れぞ。これは装備の離れぞ。五分の爪のことは第4巻に詳しく書いてありますと。一つのところをくさびを心得てというのは、胸のことであると。胸をくさびと心得て離れを言いましょう。しぶに胸を添えて五分というこれ、いうなり、この末につまびらかなり、これを記すに及ばすというふうに書いてあるわけですね。で、この文章の中に書かれてある、くさびっていう言葉についてね、今日はね、徹底的にお話ししたいと思いますけども、はい。まず大前提としてお話ししておきたいのがですね、このね、しべの離れに、なんで、これね、目中っていう単語が使われてたりとか、つまびらかとかね、書いてあるんじゃない？つまびらかにするとか、あんまりこれは、よく記さずとかね、書いてあるんじゃない？もうなんかさ、目中ってことがさ、よくわかんないじゃん。で、つまびらかにしましょうとかって言ってるのもちょっとよくわかんないじゃん。だけど、これを記さずと。で、つまびらかってどういう意味かっていうと、はっきりさせることなんですよ。はっきりさせることなり。だけど、これは記さずとかってね。これ文章言ってることわかんないけど、何を言ってんだろうっていう話だと思うんですけど、これは、体の中で起こった感覚の話をしているので、こういう文章で書いたら、頭で字面だけで理解するとよくわかんない言い方になってるんですよ。目中に用いる視部の離れってどういう意味かっていうと、目の中なんです。つまり、あなたの頭の中や、頭とかこの中で感じる感覚のことを目中って言うんですね。皆さん、目付けって言うじゃないですか。目付けと目中ってね、結構似てて、目中っていうのがあって、その中の一つに目付けっていう言葉があるんですね。要するに、体の中、目の中です。あなたの頭の中で起こっているの中に用いる教えで支部の離れという左右の腕プラス左右の肩が石化のごとく大きく出る感覚ってあるじゃない？これは決してこういう動きではなくて、この体の中で起こる、この腕の勢いよくバッて出る感じ、肩の出る感じを感じる教えで目中って言ってるんですよ。で、それは明らかになるなり。要は目中で、こういうふうに体の中で起こっている石化のように4箇所の部分が1箇所の胸のくさびを置いて、バッて出るぞは明らかになりますが、これは詳しく記さずっていうふうに書いてあるのは何かというと、その体の中で起こるうわーってなる感じは明らかにはなりますが、これは筆で記すことはできないっていう意味なんですよ。だってなんでかというと、筆で記しちゃうと、その人によってどの程度どのぐらい石化の出る感覚が出るといいのかっていうのをさ、定量化したりそういうことできないからなんですよ。これ最終的にはこの石化のごとくバーって出る状態から水が薄まって柔らかい感じになるっていう感覚が変わっていくんですよ。いい姿勢になって、いい正しい引き方を覚えれば。だからこそ、ここで文章で記してしまうと、おお、多くバッと話しちゃう。離れ OK なんでしょって言われちゃうと嫌だから記さないっていう意味です。体の感覚としてははっきりわかりますが、それを文字で記すことはできませんっていう意味のところまでです。はい。
まあこれはね、あの全国の講談社の先生や全国の弓道の先生はこんなこと教えられません。彼らは強い弓を引いてないから。だから皆さん、弓道の講談社、講談をとっても、こういう難しい内容は絶対に理解できないので、強い弓を引いてください。あの、百段とっても、本質には近づきません。強い弓でしかこういう内容は分かるようにはなりません。だから、こういう文章を読めるようになりたいと思った場合、強い弓を引いてください。で、そこで、ゴムの爪っていうのがあって、その中の胸っていうのがくさびになると。そして、このゴムの爪をやると、支部の離れができるというふうに言ってるわけですね。まあ、言ってることは何を言っているかっていうと、まあ、要するに、こう、貝で入って、こうやって引いてるときに、まあ、腕の筋肉を伸ばす力っていうのが出てますと。腕だけじゃなくて、肩も伸びる力が出てますと。で、右のも同じようになってますと。ここが、弓の圧力が詰まってるんですよね。で、ここで爪合い伸び合いとかっていうね、あの、弓道の先生とかで言ってるんですけど、詰めるってな、なんか筋肉固めの爪だと思ってるんですよ。違うんですよ。めちゃめちゃ4、この4箇所を緩めておいて、弓の圧力を詰めること爪なんですよ。だから伸びてるんだけど緊張感があるっていう、それが爪っていうんですよ。これ、これもまた体の感覚で起こっている用語なので、自分からやる用語ではないんです。はい。で、そのゴムの爪をやったら、支部の離れっていうのができるようになりますよっていうことですね。だからつまり何が言いたいかっていうと、5箇所に弓の圧力を詰めれば、4箇所が離れの時に動くという意味ですね。はい。で、ここでですね、この支部の離れをやるための大事なポイントとしてあるのが、このゴムの爪を貝でやれば、支部の離れができるようになりますと。その支部の離れをやる時のポイントになるのが、このくさびなんですよと。くさびね。はい。で、くさびって何なんだっていう話をちょっとしたいですけど、くさびって、こういうふうに、先端になればなるほど細くなって、狭い隙間とかそういうところに打ち付ける、まあ、ブランケットみたいなもんなんですよ。材料ですね。それをやることによって、他の部分っていうのがぐらつかないように安定化させるためにくさびっていうのがあるわけです。だから、その胸が、くさびになれっていうふうに書いてあるんですよ。さあ、ここでですね、多分、多くの弓道の関係者が、なんとなくですよ、このくさびっていう言葉をどう解釈したのか。これね、残念ながらですね、私が過去弾いていた強い弓をなんか、俺たちは弾いてるんだっていうふうに、まあなんかこう、強い弓を弾くことをすごく強調されてた団体がいたんですけど、そこの団体も間違った解釈をしてたんですね。それをね、それをお話ししたいと思うんですけども、この本当のくさびって何ぞやと。くさびって何なのって話をちょっとここからしたいと思うんですけど、それは、くさびというのは、解釈を間違えてるんですよ。多くの弓道関係者って。どう解釈しているのかっていうのをちょっとお話したいと思います。多分ですよ。今の弓道の世界って、くさびって、打ち付けて固めるもんって思ってます。そうでしょ？だって、くさびって何かっていうと、隙間のところにガッて入れることで、こう、安定化させるわけじゃない？でしょ？固めるわけじゃない？だから、弓道の離れって、ここがガチッとしっかり固まって、まっすぐ線を揃った、綺麗な離れをしなさい。つまり、ここの部分が、広げて、こうやってね、広げてね、こういうふうに、ここが固まった、まるでくさびを打ち付けて安定化静かにしているような状態作れっていうね、言ってると思うんですよ。これ、間違いですよ。あの、くさびっていう道具を使われることがあります？あの、私、あの、3年間、工事現場で働いたことあって、くさび使いまくってたんで、あの、わかるんですけど、くさびの意味間違ってますよ、それ。正解は、くさびというのは何かっていうと、固めるものじゃなくて、押し続けるものですよ。これ、完全に間違えてますよ。今の弓道の関係者って、ガツンってやって、ガンってやって、なんかこう、くさび打ち付けて、がっちりした状態作れって言うんですけど、違いますよ。正解は、くさび打ち付けたら、こうなるんですよ。ここも動いて、ここも動いて、ここも動くのが、本当にくさびが打ち付けられた状態ですよ。なぜなら、いいですか？くさびっていうのは、じゃあ例えばなんかこういう風にあるんですよ、じゃない？こういう風に、まあなんか、隙間がありましたと。で、ここに、く
鎖を、じゃあこういう鎖があって、ガーンと打ち付けました。はい。ガーンと打ち付けました。多分、皆さん一般的にですね、パッと見イメージで決めつけてる人たちっていうのは、鎖をガーンと打ち付けたら、このまま固定されると思ってるんですよ。それ違いますよ。鎖って、打ち付けた後、どういう力がかかってるかっていうと、打った方向と左右に広がる方向にかかり続けてるんですよ。わかります?わかります?ガンって打ったら、左右にこう広がるように力を押し続けてるのが鎖の本当の役割ですよ。なので、どういうことかっていうと、離れた後も胸の筋肉が鎖をぐぐぐぐって入れ続けるっていうことは、肩と腕の筋肉はずっと伸び続けるようにしましょうっていうのが鎖の本当の意味ですよ。はい。ということなんですよ。なんで高橋さんそれが解釈が合ってるかって堂々と言えるのかっていうと、はい、説明させてください。なぜかというとですね、この弓道の、この美術に弓術書の一巻の文章、あ、ごめんなさい、離れの文章を読むとですね、こういう文章がありました。五分の爪のことは、第四巻に詳しく書いてありますよっていうふうに書いてあるんですよね。第四巻に詳しく五分の爪が書いてあるんですよ。そして、この第四巻の五分の爪をしきちんと理解すれば、四分の離れが正確に理解できますよっていうふうに言っているので、では早速ですね、その第四巻の五分の爪っていうのが、何が書いてるのかっていうのをちょっと簡単に、ね、お話ししたいと思うんですけども、五分の爪っていうのは、この第四巻の四分の離れっていうところをこう文章に書いてあるんですけど、そこで言われてるのが、四分の離れというのは、右の爪。これは左右の腕の筋肉と胸の筋肉の爪に、心中を水の心を持ってくださいっていうふうに言ってるんですよ。水の心を持ってくださいとか、心中の水の心という意味は、水のたたい、たゆるるところは、四方の端々へ水の至らずということがないっていうふうに言ってるんですよ。つまり、水っていうのは、どっか垂れましたと。垂れたところで、一箇所に留まることじゃなくて、広がっていくようになるんだっていうふうに言ってるんですよ。わかります?言ってる意味わかりました?ということは、この鎖の解釈でどうなります？鎖ってガーンって打って、そのままガチって固まるんじゃなくて、グーンが鎖ですよ。だって、そうやって、こうやって隙間に、こう、鎖打ち付けるときも、ちゃんと鎖が左右に広げる力がかかっているから安定するんでしょ？だから、この鎖は何が言いたいかっていうと、離れが何が言いたいかっていうと、水が四方に広がるように胸の筋肉も広がって鎖を打って腕の筋肉を左右に広げるようにしなさいってのが本当の解釈ですよ。これ、全国の弓道の関係者ほぼ間違えてるからね。うん。それなんでかっていうと、鎖固めたら固定するもんだと思ってるから。これに関しては私の YouTube を見て正しい解釈を理解してください。第4巻にこういう風に記されてますよね。くさびってこういう働きですよね。五分の爪から四分の爪につなげるためには水が四方に広げるようにっていう風に考えないといけないので、筋肉もそうならないといけないですよね。だったら、正しい五分の爪の動かし方ってこうやって固めて、五箇所を固めるんじゃなくて、五箇所を伸びて指の圧力をここに加えていくことでしょ。指の圧力を詰めていくことでしょ。で、詰めた後に四分っていうところが、ここでグッて止まるんじゃなくて、くさびをガーで打ちつけたようにここ広げてここ広げ続けることでしょうと。だからそれは明らかなんだけど、それどのぐらい開くかっていうのをつまびらかに記せないっていうことでしょうっていうところまでちゃんと文章読めちゃうんですよ。それは目中で起こる反応であって明らかにはっきり出るわけなんだが、それを文章で記すことはできませんっていうところまでやめますちゃんと。はい、ということでそういうふうに考えてください。ですんで皆さんはまあね、この鎖、本当の鎖ってどういうものなのかを、実際に理解してください。こうやって、実際に鎖を現場で、大工さんのように使ってて、かつ仏教も知っていて、強い弓も引いていて、古くの文献も読めて、それで弓の引き方を理論ね、ところまでやってるのって多分私しかいないので、皆さんはちゃんと実際の経験の人たちに基づいて、本を読むようにしてください。ということで以上になります。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。
次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。